ライドライトはアメリカ合衆国カリフォルニア州アナハイム出身メジャーリーグの投手父親は日本の読売ジャイアンツでもプレーしたことのある元エンゼルスのクライドライト実力は毎年2桁勝利を期待できるレベルのものしかし1999年に肩を壊してから多くの故障に悩まされ続けているため2桁勝利は3回にとどまっている主な武器は 時速 140km 後半のツーシームの直球やカーブ。それに加えて、チェンジアップやカットボールも操る。また、フォーシームの直球は時速 150km を超えることもある。数多くの投資を育成、再生し、投資コーチとして名高いレオ・マゾーニーのおかげで一度は復活したが、ヤンキー追跡後は再び怪我に悩まされている。 2007年からは再びマゾーニーの指導を受けてプレーすることになったが復活を果たすことはできなかった。メジャーデビューの年のワールドシリーズ第4戦に先発投手として起用され、6回3失点で勝利投手となった。さらに4日後の第7戦でも先発し、6.1回を2安打1失点に抑えたが打線が思うように得点を上げることができず、試合は2から3で敗北。 3勝4敗でワールドチャンピオンを逃してしまった。それ以降ライトがプレーオフで投げるとなぜか勝てず、1998年以降のプレーオフでライトが登板した試合のチームの成績は1勝10敗という結果になっている。ありがとうございます。